ツイステッドワンダーランド。こんにちは、サンリです。ツイステッドワンダーランド続きやっていこうと思います。前回は魔法石を探しに行ったんですけど、もう大きい強そうな妖怪がいて手に入れることができませんでした。なのでもっとちゃんと作戦を立てて、みんなで協力して魔法石を取りに行こうっていうところからのスタートです。それではやっていきましょう。スタート。プロローグ17、共闘ファースト。ドワーフ鉱山、鉱山入り口。いやいや、化け物、こっちなんだぞ。かわいい。サンリーやって。こっちだ化け物、ここまでおいで。泥棒。この魔法石はこの妖怪のものなんかな。あんなパンチ当たったらひとたまりもねえんだぞ。なるだけ洞窟から引き離そう。魚影怖い。よし、じゃあ妖怪を洞窟から引き離して魔法石から遠ざけよう。だいぶ洞窟から離したんだぞ。今だ、お願いします。オッケー、任せ。行くぜ、特大トップ。なんだグリム様、ファイヤースペシャル。ふんなおどうよ、グリムのしょぼい炎も俺が風で煽ってやればバーナー並みの火力だぜ。しょぼくね。本当にお前一言多くてムカつくんだぞ。炎の竜巻でモンスターがひるんだ。今がチャンス。あ、デュース君かな。よく狙うんだ。俺が知る中で一番大きく重たい。いでよ、大釜。おお、すごい。やっつけた？てかこの大釜落ちてきて、よくトラプラ君無事やったな。結構危ない。やった、うまくいったんだぞ。はい、見てみろ、化け物がさっきのエースみたいに大釜に押しつぶされてぺったんこになってるんだぞ。見た見た。さっきの俺みたいってのは余計だっつの。ったく、今日はマジいいとこなしじゃん。あいつが足止めを食らってるうちに魔法石を取りに行くぞ。よし、魔法石を取りに行こう。追いかけてくる。怖い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 。おお、あったぞ、魔法石だ。見つけた、やった。うわ、怖い。来る。やっば、あいつもう重しを押しのけそうじゃん。デュース君、もう一回、もう一回をガマ出して。バイ、デュース、もっとなんか乗せるんだぞ。重たいもの。大ガマでいいよ。いでよ、
大釜、あとは、大釜それから、大釜全部大釜。おお、お前大釜以外に召喚レパートリーないわけいいよいいよ大釜で。うるせえな、テンパってんだよ俺だって。おお、リス君顔、また顔怖くなってる。魔法石はゲットした、つらかるんだぞ。おお、隊長、グリム隊長。了解、よし行こう、逃げよう。終わったー、魔法石ゲットしました。じゃあもう早く校長先生に届けよう。続けてプロローグ18も行こうと思います。プロローグ18終着チェイス。魔法石はゲットした、つらかるんだぞ。了解、よし行こう、学校に帰ろう。え、これ逃げれるかな。おお、逃げ切れた。嘘だろ、あんだけの重しを全部押しのけて追っかけてきた。え、来てるん。ごめんやけど、これがないとみんな退学になるから。くそ、このままじゃ追いつかれる。でもだいぶ弱ってる今なら。こうなったらやるっけない。あーもう、やったろうじゃん、知りんじゃねえぞ真面目くん。もうなんか主人公が何もできひんのがすごく嫌や。魔法使って一緒に戦いたい。お前こそ俺様の真の力見せてやるんだぞ。おお、かっこいい。あ、バトルか。よし、青い髪の毛2人。え、かしこまり。少しムカムカするかも。弱すぎる。いっすぐ済むよ。ほら、僕は誰よりも正しい。よし、勝った。やった。うん、勝ったよ。勝った、俺様たちが勝ったんだぞ。お疲れ様。よっしゃー、勝利のハイタッチなんだぞ。え？ハイタッチ？イエーイ！何これ、かわいい。みんなすっかり仲良しだね。雨降って地固まるってやつかな。
違う。別にこれはそういうんじゃない。え、別に仲良くてもいいやん。そう、変なこと言わないでくんない。仲良くてもいいやん、仲良くしたらいいやんな、クリム。俺様が大天才だから勝てたんだぞ。力を合わせたから勝てたわけじゃねえんだぞ。って、言い訳すんのもダサいか。悔しいけど、お前の作戦勝ち、かな。え？ああ。お前が落ち着いて指示を出してくれたから、こうして魔法石を手に入れられた。え？主人公なんか魔法も使えへんし、全然役に立ってへんと思ってたけど、役に立ってたん？嬉しい。これで退学させられずに済む。本当に良かった。良かった良かった。みんなが協力してくれたおかげだよ。みんなが無事で良かったよ。はいはい、良かった良かった。マジくったくたのボロボロ。早く帰ろうぜ。帰ろ帰ろ、ナイトレイブンカレッジに帰ろう。いっぱい魔法を使ったら腹が減ったんだぞ。お疲れ様。ん？これなんだ？さっきの化け物の残骸か。魔法石？いや、でもこんな石炭のように真っ黒な石は見たことがない。クンクン、なんだかこれすげえいい匂いがするんだぞ。え？そうなん？なんか焦げた匂いとか灰の匂いとかしそうな色してんのに。嘘だ。あいつが隠し持ってたアメちゃんかもしれねえんだぞ。我慢できない。あ、え、美味しそうな匂いってこと？香水とかのいい匂いやと思った。いただきます。え、食べて大丈夫なん？本当に食べた？こら、ペーしなさい、ペー。え、食べて大丈夫なん？え、石やろ？硬くないんかな？ほら。おい、大丈夫か？大丈夫？ああ、そんなもん拾い食いするから。うまーい！え？え？まったりとしていて、それでいてコクがあり、香ばしさと甘さが舌の上で花開く。まるでお口の中が花畑だぞ。そんなに美味しいの？やっぱモンスターって俺たちとは味覚が違うの？いや大丈夫ならいいけど。かもしれないな。というか、落ちている得体の知れないものを口に入れること自体、ほとんどの人間はやらない。本当に大丈夫かな？モンスターって雑食なんだな。ビミ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 。心配しなくても、俺様はお前たちと違ってそんなやわな腹はしてねえんだぞ。もう、あとで腹下して泣いても知らねえからな。さあ、気を取り直してこの魔法石を学園長に届けに行こう。うん、行こう行こう。帰ろう。プロローグ18が終わりました。みんな無事でよかった。次回はナイトレイブンカレッジに帰って校長先生に魔法石を届けるところから始めようと思います。それでは今日はこの辺で終わろうと思います。見てくださってありがとうございました。